グレイブの追っ手を振り切り空へ上がったレイスだが、容赦とかそんな気、実際の乗ってきた HL ヴィンセントとの別れは辛かった。親より薄々気づいてるかも。地下にもリッパーやマルコシンだ。ジオンのグレイブへの反撃をレースの切れるか。最大のヒントはペイルライ、レイスが成仏。僕だってこれくらいは。このまま距離を詰める。
かけるなら今しかないが。
にも事情があるんだね。モビルスーツに乗るのは
このまま距離を詰める。悪いが、僕だってこれくらいは。さて、
口にも事情モビルスーツに乗る。カリフォルニアベースから打ち上げられた2機の HLV は軌道上で
突撃機動軍の船に回収された。しかしレイスは匿名があると言ってその場から立ち去った。別れ際、隊長のトラビスさんに親より先に死ぬなと言われた。あの人は僕の父親だったのかもしれない。しかしそんな偶然あるんだろうか。僕はこの先マルコシアスを率いていかなければならない。シュナイド隊長ならどうするだろう。そんなことばかり考える。残念だが月面都市グラナダにある突撃機動軍司令本部への帰還はお預けになった。レムリア隊と合流した僕たちマルコシアスは空間専用モビルスーツと装備を受領し共にソロモンへと向かう。そして宇宙連邦軍の艦隊ドズル中将見たか、リグザムや量産の暁には連邦などあっという間に叩いてみせるわ。Thank you.
合はここからよ。地連れに一人でも多く地獄に引きずり込んでやるわ。
見せてやるしかない。
ここで俺たちが。今までとは違う。